8月2日、大田区にある大田文化の森で、合わせ絵でオリジナルサコッシュバッグを作ろうが開かれました。絵の具をのせた生地を半分に折りたたみ、偶然できた絵柄をベースに、オリジナルの小さなバッグを作ろうというこの講座。この日は24人の児童が参加しました。講師を務めたのは、大田区内で子ども向けの美術教室、ラムネ図工室を開いている谷川さんです。この日は児童たちに自由に発想してもらいます。その時だけのデカルコマニーっていう技です。それを使って今日は、フランス語で転写を意味するデカルコマニー。児童たちはこの技を使って出来上がった絵柄が何に見えるか想像力を働かせ、ペンでデコレーションを加えていきます。そして次々とオリジナルのサコッシュバッグを完成させました。それは一体何に見えたんですか？なんか小鳥みたいな。それは何に見えたんですか？パンダ。夜中の中にいる富士山みたいな感じをイメージしました。子供たちが作り上げたものを見てどうですか？個性も出たし、僕たちが思ってる以上になんか広げてくれる感じはありました。自分の好きとか自分がいいなっていうのをちゃんと表現するっていうのを怖がらないでほしいって思います。さよなら。さよなら。